からブルーマン F14 ハムキャットということで、インプレッサの登場です。唯一の4シンクロで、どんなタイムが出てくるかな、近く回りました。ダブルジャンピングが出場でした。ファーストパイオンに当たってしまった。落ちてパイオンに当たってしまった。私のオーストあれは脱輪なんでしょうか。安定する人はいません。最終コーナーに走っていきます。フラローム、ファーストパイオン、あとチェックしてから、タイムは1分17秒5ベストタイムですね。ただペナルティーが最後の2本と脱輪という声もありましたが、その辺の判断は上郷さんの判断。